はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第5弾をお送りします。で、今回ね、この5つの熟語やっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では1番からいきましょう。で、まずね、最初が Go to bed です。 Go to bed。 で、まあ、これよくね、目にすると思うんですが、まず意味いきましょう。で、 Go to bed は寝るという意味でよく使われます。で、覚え方としては、まあ、Go to ってどこどこに行くなんですよね。で、ベッドはベッドです。だから、もちろんベッドに行くって訳しても自分は罰にならないと思ってます。それが寝るってことにもなるんでね。ただ、自分が塾講師やってる時に、そのベッドに行くって書いた生徒がいてね。で、三角をもらった子が一人いました、かつて。だから、必ずしも丸とは言えないんですけど、ひとまず寝ると。で、まあ、ベッドに行くって覚えておけば、ベッドに行くって寝ることと同じだからさ、基本的には。まあ、という覚え方でいてくれればと思います。で、ちょっと余談になるんですけど、これよく、この単語とね、ちょっと混ざりやすいというか、スリープですね、スリープ、まあ動詞でやりましたけど、でスリープっていうのは眠るとか眠っているって意味なのね。すごく似てる感じがするんですが、ちょっと根本的に違うので、こっち寝るね、で眠ってるって状態を表したりするときに使うので、そこちょっと区別つけてもらえたらと思います。ざっくり言うとね、そんな感じで。次がアトラストです。アトラストで、これはですね、長文とかでまあ、ちょこちょこ目にするイメージがあります。これ、ついにっていう意味です。ついに。ついに、どこどこに到着したとか、ついに何かを完成したとかね。まあ、アットラストでついにという意味があるので、覚えておいてください。で、これはですね、と単語で同じ意味があります。確か英単語でやった気がするんですけど、これは、ファイナリーです。ファイナリー。これが同じ意味になりますので、セットで覚えちゃってください。で、次が on time です。on time。で、これがですね、まずこれ、意味が、時間通りにと。時間通りに。という意味になります。で、これまず覚えてほしいんですけど、もう一個。似てるやつね。似てるって書いたら、ちょっとあれですけど。で、これは消す方が青か。ってことで、もう一個いきます。in time です。これはね、一緒に覚えちゃってください。on time と in time。で、こっちが、時間と、あ、違う、あれだ。間違った。ここに書いておきますね。あと、右入るかな？あ、入るね。これ、インタイムで、間に合ってと。まあ、間に合うとかね。いう意味になります。で、まあ、もちろんね、まあ、簡単なシンプルな単語並べてるだけなので、まあ、このままがっつり覚えてもらって構わないんですけど、一応ね、覚え方を自分流で、塾講師の時とかも教えてたんですけど、この説明ですね、8割の方が、子供がね、納得してくれるんですけど、2割ぐらいハテナが出るっていう説明なので、もし肌に合わなかったら本当にごめん。先に謝ります。ですね、まあ、タイム。これ時間ですよね。で、オン。オンって言っちゃいますけど、オンっていうのは、ホニャララの上って意味なので、まあ、時間の上なんですよ。イメージは。つまり、まあ、どこどこって言ったら7時っていう。時間があったらそこの上に乗ってる。だから時間通りなの。イメージとしては。でも、in time っていうのは、in って中なんですよね。ってことは、7時までのここの時間の中に間に合って、まあ中に入ってるってイメージだから、時間通りじゃなくて、ここまでに入ったから間に合ってるんだよ、みたいな。イメージで自分は覚えてるんですけど、さっきも言ったように、2割型、ハテナが出るかもしれません。あとはね、もっとね、わかりやすい説明を。してくれるね、英語専門の先生もいらっしゃると思いますんで、みんなの周りにね。今のところ必要なかったらカットしてください、皆さんの中で。はい、お願いします。で、4つ目。take part in ですね。take part in ホニャララ。で、これで、ホニャララに参加する。
で、参加するっていう。これもよく出てくるイメージがあります。で、これはね、同じ単語、あ、同じ意味の単語を覚えておきましょう。これも動詞でね、やりましたけど、これは join ですね、join。これが同じ意味です。take part in と join。で、セットで覚えちゃってください。で、ラストが be pleased with です。be pleased with。で、これは、まあ、ちょっとマニアックではあるんですけど、ほにゃららを気に入っている。まあ、気に入るとかね。ほにゃららを気に入ってるよなんていうときに使ってください。で、この最後の、まあ、この be pleased with だけではないんですけど、例えばこの部分がちょっと変わって使われたりすることもあるんですね。あと違う意味で使われたりとか。で、これはま、英語あるあるですけど、そういったものはたくさんあります。で、自分は基本的にこの動画のシリーズ、英単語も、英熟語もそうですけど、やっぱり一番よく出てくるやつを紹介します。だから be pleased with。これが一番出てくる。で、この気に入ってるっていう意味が一番使われると思ってるので、自分がね。で、まずそれを覚えてください。こうやって。be pleased with 気に入ってるっていう。で、それを覚えておいて、例えばみんなが問題を解くと。長文でもね、過去問でも何でも構わないですけど、その中で、あれ？ここちょっと違うの出てきたなって。あ、でもここ違うとそういう意味で使われるんだね。あ、そういうパターンもあるんだね。似てるじゃんみたいなのを出会って、その時に間違ってしまったらそれは申し訳ないんですけど、でも、be pleased with に似てる、あ、こういう単語、あ、こういう風に変えて、こう使えるんだねっていう枝の部分ですよね。知識の枝をくっつける感じです。っていうのをね、そのみんなが勉強していく中でくっつけてってもらえたらなと思うので、まずは一番よく出てくるやつを覚えてもらえたらいいのかなと、個人的には思っておりますので、ぜひそんな感じで使ってもらえたらと思います。はい、という感じで今回はこの5つのね、熟語をやらせていただきました。で、前のダラダラジオでね、話したんですけど、ちょっとね、自分の、プライベートのことと仕事の、まあ、新しい仕事が始まってしまって、仕事のことと体調のことがあってですね、動画更新が少し、11月の末までか、少なくなってしまいます。で、それに伴って、英単語、英熟語をね、いつもは偶数日に上げてたんですけど、それもできなくなってしまっております。なので、今日みたいに、今日奇数だよね。奇数日になってしまったりとか、かなりランダムで上げるようになってしまうんですけど、取れる範囲で取ってアップはね、続けていこうと思いますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。